合気道によって自分自身っていうのは、これ全体宇宙を同情して説得である。すなわち、この全体宇宙っていうものは、作り主の一元の神の情動の現れ。この明るい営みの世界、ことごとく、一人の神の情動の現れ。たとえ天津国と山よろずわり、すべての参加総目をな、万有ありといえどもやな。今、一つの動きによって、見心の、見姿見心の現れである。この情動の現れがこの姿を表している。これを建国の大精神である。宇宙建国の大精神の大戦に向かってされている。これを見そぎて、見そぎ法。そこで愛知道は、おどの見そぎ、おどの緩和だと言う。何やみにそんが、大屋島を生み出したもん。すなわち、島海、神海をやって、成し遂げられたそのほどの緩和だこと、愛知道です。なぜならば、今までの武道を私は捨てるんじゃないし、あらゆる武道を遍歴しました。遍歴なしのところの今日までの白の武道ができて、偉い天聖諸君のおかげで出たがって、これを土台として、真の日本の武道をこの上にじるつけなきゃ。すなわち、今言う通り、魂の花を探し、人生における意味ある実を結ばせんか。使命の実ですよ。天皇使命の実を結ばすことが、そもそも愛知道の行く道であった。Thank you.
For the founder, the essence of Aikido lies in the cultivation of a spirit of reconciliation. The techniques of the Way of Harmony remain at the service of mankind as a means to eliminate conflict through the healing force of Aikido.